皆さんこんにちは、武田塾の高田です。合格者速報ということで、今回武田塾で合格をつかみ取った生徒が来てくれてます。じゃあ自己紹介お願いします。小松純生と申します。武田塾円町校で勉強して京都大学理学部理学科に合格しました。京都の武田塾の円町校から京大に合格、はい、いやすごいね、おめでとうございます。 ありがとうございます。いつから武田塾に通ってたの？高1の8月からです。お、早いね。高校も結構進学校なんだよね。そうですね、結構勉強する方の落成高校。おお、落成はそりゃ京大いっぱい受かってるからそりゃ落成やから受かるでしょうみたいなね、思われちゃうかもしれないんですけど、そこをちょっと払拭してほしいな。なんか直近の合格不合格の感じでいくと、うん、ほとんどの人が、うん、言うたら五分五分の勝負を仕掛けて、うん、受かったか落ちたかで合格率も半分ぐらいなんですよ。おお、なるほどね。それを成績的にまあ 99% いけれるぐらいまで伸ばせたんで、京大はほぼ間違いないみたいな状態に持っていったんだ。そうですね、もうなんかインフルとコロナ同時にかからんかったら大丈夫かぐらい、片方ぐらいやったら大丈夫ですぐらいな、大丈夫かなぐらいまでは持ってきたんでキャラ面白いねそういうくらいね、武田塾で結構やり込んでくれたというか、はい、武田塾でのエピソードとかもちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はい、じゃあ入塾したのが高1の8月、はい、その時はどんな状況だったんですか？最初の入塾しようってなった時に、うん、基礎問題成功、うん、適当な問題解いてみてって言われて、解いてみたんですけど、予言定理がちょっと曖昧やったんですよ。落成高校で京大何十人も出る高校やからもうそんな基礎は余裕かと思いきや、予言定理のプラマイ逆したね武田塾の最初の時に全然基礎ちょっとまだだねみたいな、甘いねみたいな。そうですね、僕的には何個か上の参考書から始められると思ってたんですけど、基礎問から始めることになりました。京大理学部もう数学超得意と思ってた子もちゃんと基礎問からやってるっていう、ね、そうですね、はい、面白いね、有益情報やで、基礎を高1はやり直すんだ。高1は数学と、うん、途中で英語を入れて英数の基礎をやっていった感じです。英語はちなみにどのレベルから？読めるは読めるんですけど、いざやってみると単語力が全然足りないことが分かって、はい、シスタンゼロから、シスタンをちゃんと一番最初からやって、で文法は全レベル問題集、センターレベルのぐらいから始めて、はい、ではちょっとずつ文法を固めていった、はい、文法のアウトプットみたいな感じでやっていったってことよね。で高1の終わりぐらいまでにどの辺まで進んだの？数学は通算入ってちょいぐらいです。基礎問の数数3が学校まだ行ってなかったので、うん、はいはいはい、基礎問 1A2B 終わらせた後、うん、優しい高校数学、おあれ分厚いやつ、分厚いやつの数3をやって高1が終わりました。うん、お、京大理学部受かる人も優しい高校数学読んで数3学ぶみたいな時期があるんや ね。全然何も分からないんでおやっていって、はい、で英語は、英語も高1の終わりぐらいではシスタンがだいぶ目処が立ってきて、うんうん、長文はソリューションの2かな。あ、長文入ってたんだ。もともと英語一番得意だったんで、はいはいはい、英語は割とすんなりと進んでいった感じです。はいはいね、高2は1年どんな1年でした？数学をかなりやり込んだ、うん、英語は割とサブ的な感じで単語を復習しながら数学をひたすらやり込んだみたいな感じですね。はいはい、これね、僕も校舎長の先生からちょっと小松くんのね当時のこうルートというか計画みたいなもらってるんですけど、異次元なレベルまで仕上げてるなって感じで高2に結構受験対策をメインでした時期なのかなっていうような印象なんですけど、そんな感じですか？そうですね、高2の終わりで数学のルートが終わって、うん、入試数学の革新、はいはいはい、難関大編を終わらせて、はいはいはい、京大のね、そうですね、京大東大東工大だけの問題、そう数学の参考書だけバーっと言っていきましょうか、はい、基礎問終わったら優しい高校数学の数3やって、はい、基礎問数3やって、はい、でキャンパスの数学 1A2B を夏ぐらいにやって、はい、7月からキャンパスの数3、はい、ハイレベル数学の完全攻略 1A2B を9月からやると、はい、あれも難かったでしょ、なかなか。あれはでも解説がなんか豆知識みたいなの多くて、うん、結構好きな参考書でした。だってキャンパスからハイレベル完全攻略も結構ちょっと差があるというか。そうですね、うん、ハイレベル数学数3でこれが12月に終わってると、はい、12月から今出た入試の数学革新、はい、難関大編に着手して2月にはこれ終わってると、はい、このペースで進んだんだ。これで一旦ルートは終わりました。マジ早すぎませんかとルートを一旦終わって、うん、はいはい、数学を取るのがやめたんですよ。あ、はいはいはい、別の教科に移行して、はい、ブランク開けないためにやってみて、はいはいはい、上級問題成功いいよって言われて、あ、はい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 、上級問題成功問題数が多いんで、確かに、ね、1、2、3時間つぶしに、うん、全部解いていって終わったぐらいでもう一個数学追加しようかってことで掌握を始めました、ね、もう最強の参考書というか、はい、もう 99.9% やんなくていい本なんてはあるんですけど、はい、小松君みたいに余ったらっていう感じですね、はい、高2の割には
間は数学多分京大受かるレベルぐらいの力はついてたんちゃうかなとは思います。はい、最初数学はさっきね予言定理ができひんレベルやったって話してくれたけど、はい、こうなんか得意になる中でのポイントとかあったの？解説が、うん、面白くなってきたんですよ。キャンパスぐらいからですかね、はいはい、問題はもうさーっと解いちゃって、うんうん、で、はい、何回かやって解ける解けるってなって、うんうんうん、どんどん解説が面白くて、うんうんうん、読み込むようになるとレベル差がある問題集よりも軽く乗り越えられるようになってきたんで、うん、なるほど。1日4問とか5問とか出されるのを、うん、できるだけ早く終わらして、うん、解説を読むようにしたら参考書が想定してる実力以上についたかなって、うん、面白い。これ結構でも受験生参考になる話かもしれないね。普通の受験生は問題を解いてそれが当たった外れたで終わってると。で解説を読み込むことでどんな力が身についたの？もちろん回答部分を読んだら論理力とか記述力がつくんですけど、うんうんうん、それ以上に例えばハイレベル数学だったら、うん、この問題の背景知識とかその背景知識を共通とする別の問題が出たりするんで、うん、数学やのに知識が身につくみたいになるんですよ。なるほどね、はい、僕が受験生時代の話をすると、いや読み飛ばしてたよ僕は。いらんだろうみたいな。もう問題解けりゃええやん、はい、だからそこの差かもしれんね。なるほどね、まあ、そういうところからも貪欲にこう吸収していったというか、はい、数学の本質みたいなことにたどり着いたみたいな感じなんかな。あの小学やる頃には、うん、そうですね、なんか、うん、なんでこの問題を出してるんやろうっていうぐらいまで初見で考えるようにちょっとずつなってきました、ね、なるほどね。ポイントは解説の読み込み、はいとかになってくると、まあ、今言ったペースめっちゃ早いじゃないですか。でこれ普通武田塾の子たちってどうするかっていうと結構2週3週って繰り返したりするんですよ。どっちかっていうと小松くんって結構1週で身につけたりとか。そうですね、一発バーンで終わりみたいな感じです、ね、うん、じゃあそれは相当なんか完成度が高くないとこうできない技だと思ってて、はい、やり方というかその1回にかける気持ちというかクオリティが高い勉強できる秘訣とかも知りたいですね。それこそ最初の方はまだやってない部分だったり、はい、新しいとこなんで、うん、何個か間違えてもええやぐらいで特訓、うん、行ってたんですけど、うんうんうん、何回か満点取るようになってから、うん、これミスったらなんか恥ずかしになってきたなってなってきて自分の中でハードルがどんどん上がってきたんですよ、ね、あ毎週の確認テストで、はい、おこれ絶対ミスらんぞこの確認テストはという、はい、今まで何個でも連続で満点やから、うん、あミスれへんミスれへんってなってくると1日のクオリティも上がるし、うん、復習のクオリティもどんどん上がっていって最初はけどちょっと雑にやってた時期は確認テストちょっとミスったりもしてたんだ。例題が解けないのもあったんで、うんうんうん、でそれがちょっとやばいなってことに気づき始めたんだ。そう、はい、で絶対毎週の確認テストは満点取るぞって気持ちでこう1週間勉強してくれてたと、はい、個別指導特訓の時間は担当の先生はなんかどんな大学の？担当の先生は京大の工学部の、うん、あ京大の理系の先生が担当でついて、はい、でこの個別指導1時間ではなんか高2の時とかどんなことしてたの？どんどん満点が当たり前になっていくと、うんうん、さささっと丸付けを終わらして、はいはい、まずは自分で全部説明しろって言われたりとか、であとはその数学の解説にある背景知識まで説明させられる、うんうんうん、時間が余ったら論述をさらに一行一行詳しく見せてもらったりとか。なるほどね。あじゃあさっき解説読み込むようになったって言ってたけどそれってこう結構先生の影響というかそこ出されるんやって最初の方は思って問題以外の部分も明瞭するようになってました、うん、なるほどね。全部説明できるまでその難問たちをやり込んでいったからこそ、はい、盤石な応用力がついていったみたいな、はい、高2の1年で一番大事な科目数学を、はい、もう結構克服してきて得意教科になってでその頃ではもうじゃあ落成高校の中でも結構数学は自信あるぞみたいな。高3の初めに、うん、プライムステージっていう可愛いの模試があった。はいはいはい。進学校の系列数学が爆発して全国18位でした。全国18位。進学校の子たちが受ける模試で全国18位の数学力、はい、最初に数学が爆伸びしたなって。それで落成の中やったの2番でした。おすごい。天下の落成高校で数学2位は武田塾円町校の生徒っていうちょっとおもろいね、はい、いいね武田塾じゃあそこからもう理科に移行していくんや、はい、おで理科はどんな感じで勉強していくの？理科も、うん、ほんまにゼロからスタートで、はい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 、科学は直前のプライムステージやったと思うんですけど、はい、その18点とかやったんですよ。100点満点で100点満点で18点とかで、ほんまにほぼ白紙の状態、はいからスタートして、はいはいはい、物理はちょっとだけ授業で理解してたんですけど、うんうんうん、科学はマジゼロからスタートして。物価はいつから始めるんだっけ？高3始まるぐらいですね。数学をやめて物価に移行。あ移行して先生は同じ先生？先生はもう理系の先生なんで同じ先生。物価の方も結構基礎から始めたかな。物理は、うん、秘伝の物理、はい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 、講義本を読みながら、はい、毎週秘伝の物理の簡単な方の問題集。え秘伝の物理やったんだ？やりました、ここからです。科学はリードライトノートの科学基礎から始めて。めっちゃ基礎ですね。穴埋めから始めて。おで基礎固めをちゃんとしていったんだ。そうです、はい。まあ、理科って結構基礎が一番大事だよね、はい、あの辺の知識を完璧にしたら、うん、あとはちょっと付け足していくぐらいの感じなんで。
科学のリードライトが記録によると6月ぐらいまでかかってて、購入の2月から、はい、リードライト結構半年ぐらい時間かけてやったね。そうですね、もうじっくり何週もやって、うん、中の知識が固まってきたら、うん、講師の先生がもっと詳しい参考書から必要な知識、必要そうな知識をどんどん出して、それをメモって来週までに覚えてこいみたいな感じで。おー、なるほどね。ちょっとハイレベルなこともやりつつ、ね、リードライトを固めていった感じです。おー、でリードライトをじゃあ夏前に終わらせて次やるのが、次は10問をやろう思ったんですけど、はい、8月にオープンと実践っていう兄弟模試、大事な模試があって、そう、ここ取らないとってやつね。そこまでに重要問題集の次の新演習に入りたかったんですよ。 2,3 週間ぐらいで重要問題集を潰した感じになります。あれこそ、それこそ半年以上かかるような本やけどもう速攻で終わらせたんだ。もう1日中価格ぐらいな勢いじゃないのこれ。物理は割と元からやっぱちょっと余裕があったんで、うんうん、1日の8割ぐらいは価格ずっとやってました。で物理はじゃあその5月中に秘伝の物理が終わって、でその後行くのが漆原の最強の99代、はい、これどんな本でした？特徴的なのが第1章で出して、はい、第5章ぐらいでもう一回同じ問題出すんですよ。なんでかっていうと、第1章では古典力学的な解き方、はい、一番基礎的な力学の解き方で解かして、第5章では運動量保存を使うだとか、その K の視点で見るとか、そういうテクニックを使って解こうみたいなのがあって、そういうこう実践的なテクニックがすごい印象的な本でした。なるほどね。ちょっと漆原先生のそういうのをちょっと教わりつつ、で次に名門の森に8月これもオープン実践に間に合わせるために8月に単元絞って始めた感じです。なるほどなるほど。で夏兄弟オープンを迎えますと、はい、これは結果は兄弟オープンは、うん、数学が良くて、うん、で物理科学も、まあ、これまでに比べたらだいぶ戦えるぐらいになって、うんうん、A 判定でした。おお、余裕で合格が見えてきてるね。あの冊子に乗りました。おお、すごい。ほんま上位じゃないとね、はい、乗れないやつですけど、すごい。って感じで、もうあとはもう順調に過去問演習をしていって、そうですね、はい、もう共通テストはどんぐらいだったの？900点中829点でした。高い。共通テスト苦手だったんですけど、あ、そうなんだ、うん、二次試験の勉強の方が好きだったんで、うんうんうん、ずっと二次試験の勉強をもしてたんですよ。うんうん、で講師社長の先生と講師の先生と最小限に協定対策を抑えて、うん、なるほどなるほど。先生と相談してたんだ、そういう計画らも、はい、12月中盤、うん、終盤あたりで初めて協定対策を、うんうんうん、そっからもう全部協定にシュートして2週間3週間ぐらいガーッとやってなんとか詰めました。おお、でそれで取れるんやからね、すごいよね。で最後京大の本番二次試験残り1ヶ月対策して、はい、で京大の入試当日はどんな気持ちでしたか？正直不安やったんですけど、うんうんうん、これで落ちたら、うん、もう無理やなと兄弟。あ、なるほど、ね、僕はもう冠模試全部 A 判定取って、なるほど、夏秋、はい、2回ずつ全部 A 判定、今日も自己ベスト出してこれで無理ならもう潔く諦めるわっていう、なんか半分諦めの、なんかこう、さっきでもちょっとねフレーズ出てたけど、もう 99% 受かる自信が、確率としては、うん、いけると思って、そう、気持ちとしてはもうダメならしゃあないわぐらいな気持ちで受けて、手応えは初日の数学で、うん、ちょっと簡単やったんですけど、うん、5巻半6問中5巻半、はい、やばいよこれ、最後の6番のカッコにも、はい、割とかけて多分9割ぐらいはあるかな、兄弟の理系数学9割受かる人でも半分ぐらい取れたら受かるよねみたいな感じだよね、毎年、はい、うん、でもうじゃあこれもいけたなと、初日にまあいけたなと思って英語もまあ流して、うん、で理科も結構自己採点の感じでは 65%、7割ぐらいはあるかな感じで、うん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 、3月10日合格発表の日を迎えますと、はい、で結果合格、合格でした。その時の気持ちは？でも嬉しかったですね。もちろん受かる可能性は高いって思ってたんですけど、うん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 、落ちた時のショックも同じだけでかいんで、いや確かにね、そう期待すればするほどね、はい、不安感はなんか全然人並みにありましたね。天才じゃんっていうね、一言で片付けてしまえばね、そういう言葉かもしれないけど、受かった今、高1から始めた、はい、受験勉強振り返ってどう思いますか？授業を中学3年間、うん、高校をちょっと受けて、うん、踏ん切りついたというか、うん、授業苦手やなって気がしてきたんで、で自分でやってみるのどうやったっていうのですごく合ってたんで、うんうん、ガツガツ自分で、なんならルートのペースを超えるぐらいまで、うんうん、ガツガツしたい人には結構おすすめできます、ね。あ、武田塾、こう逆転合格と言いながら、実は進学校にこそ合うんじゃないかみたいな。そうですね、割と野心がある、野心がある、確かにね、授業聞いてらんねえ、うん、やったるぞみたいな人はおすすめできるかもしれない。授業を超えてやると、はい、おなるほどね、そうかそうかそうか、頭いいなと思ったよね、はい、それは事実やと思う。正直独学でもいけたやろうけど、こう武田塾ってこうなんていうかな、通ってよかったなって思う場面とかそういうのもあったら教えてほしいなって。共通テストどうしようとか、うんうんうん、やっぱ受験
一発目なんで、うん、どうしてもそういう不安はあるんですけど、うんうんうん、そういうフェーズ配分を外注できる状態になるんで言葉をそういうね、はいはい、ひたすらひたすら言われたことを自分のしたい勉強をできるだけっていう安心してできるっていうのは良かったですね。確かにこう勉強に専念できるというか、はい、あと計画とか戦略は武田淳先生任せてあとはもうやるだけみたいな、はい、それがすごい良かったと。個別指導の時も先生がこう説明しろみたいな言って結構理解度は磨かれた。相当厳しかったと思います。おはいはい満点ね、じゃあどうなのみたいな。なるほどなるほどなるほど。一問一問の理解度をより問われたというか全部説明させられたりとか、うんうんうん、厳しかったですね。おでもそれが結構後々に繋がってたって感じだね、はい。まあ、独学でやる人はそこにこだわってやってほしいし、さらに実力をつけるってためにも使えるなと思うのでぜひ利用してもらえたらなと思います。じゃあ最後にこれから受験に挑む新しい受験生たちにこうアドバイスとかメッセージをお願いします。はい、いっぱい数学とか他の教科も参考書やってきて、うん、合わない本ももちろんあったんですよ。けども各教科絶対にこれ合うっていう本が見つかるんで、試行錯誤しながら頑張って見つけてその一冊を完璧にしてほしいなと思います。もう解説を読み込むぐらいね、はい、全部全部吸収するぐらいやり込んだからこそ今があると、はい、今の話参考に頑張ってもらえたらなと思います。じゃあ今日は小松くんいろいろ教えてくれてありがとうございました。はい、ありがとうございました。大学生活も頑張ってください。はい、ありがとうございます。